5個取るとプレアカとかもらえなかったっけ。あ、プレアカも377日くらいあるんだ。俺も1年越してある。俺あと250日ぐらいかな。みんなおかしい。あと20何日だよ。だからさ、正月の時1年買いなさいってば。正月とかに1年買ったプラス俺ダブロンとかで買ってる時にさ、なんか、うん、そうおまけでついてくるんだよね。箱から出てくるんだよね。え、おえさん箱買って出たの？出てる。ゴミ。さっきもなんか10個買ったって言ってたよね。そう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 。全部。14。イタリア出た。イタリア4つ出たよ。マジか。うん。クソゴミだよ、あれ。マジか。あれ。あ、蹴られよ、蹴られちゃった。イタリアは救えない。マジか。バイタルもでかそうだよね、あいつら。このキャラクターの声がさ、すっげえやばい声になるのどうにかしてほしいんだけど。ねえ、それ嫌だよね。ラムネさんがボイスレコーダーじゃない、ボイスチェンジャー使った時みたいな声だ。煙で敵が見えない。そうなんだよね。おう、レーダーね、交互に使うと常に使ってる状態、あ、見えてる状態になる。船バックだけで40ノット出るんだけど。一人だけ魚雷ビートやってんのかな。魚雷ビートなんだよな、マジ。ほーらーい。だあと、たまには戦艦の方に戻って回復していかないと。次どっから出んの？こっち。そっちか。ああ、こっちにも出た。お、横にいる。漁業。俺、親父さんの魚雷が通ってきた。俺の魚雷が、そんなところになんでいるんだよ。湧いててくる。俺。死にそう、死んだな。死なないっしょ。あ、なんか変なの出てきた。これ魚雷。ジャッカル大丈夫か。いや、もうあれは見捨てるしかね。おお、どうした。賞金の中入ると隠蔽が上がる。うん、上がる。魚雷早い、敵の魚雷早い。ちょっと前通りますね。どけどけ。
地雷外しちまったぜ。さあ前出てきたよ。魚雷ビートしてくる。ああ。これ何秒間自分に投げ込まないんだ。40秒間か OK。これくらいでいいな。よし。はい。なんだと。あ、そう、塔もさ、回復に使えるから。あ、そっか。これ、無敵使えばいいんか、魚雷当たるとき。ああ！え、無敵使わなかったんだ。いや、使えなかった。ああ、四方のが間に合わない。え、どこで切る？やばいじゃん、どこ壊されちゃう。いや、この1個目はしょうがない。ラスプーチンが HP すげえ高いから。あと20秒したら、魚雷ビートまたできる。で、あれだよ、重要感、当然速いやつでダメージ与えれば、回復していくから。てか、トランスエンパイアがマジで遅いんだけど。エクスキュライビート。うわぁ。何あれ。で、ここで敵に見られた瞬間に、で、このタゲが来ないようにするやつ使って、死ね。てか駆逐がやたら強化されてんのこれ。死ね。お前そんなに早かったっけ。いや早くない早くない。ねえ。うん。だってなんでこの速さ。早すぎでしょ。いやカズさんクーも倒してきてよ。いや。クーボね、すんげえ速さで、クーボすんげえ速さでこっち来るから。あ、来るならいいか。うん。突っ込まない方がいいと思う。前は突っ込んでラムチたもんね。突っ込まないと来なかったから。だって、トランスエンパイア追い越してたよ、さっき。てか、トランスエンパイアの方ちょっと守んでと。みんなこっち来ちゃったね。クーボいった、はい、速度が戻っちゃう。あれちょっと前通りますよ。はい。あ、マジ駆逐がすげえ強い。ああ、速度が呪い。ああ、呪いよ。ちょ、トランシルバニア間に持ってんのカズさんしかいねえね。今戻ってん。魚雷ビート始め。うぜー、おら。魚雷の装填も早いの？あの、ブースターがある。ああ、そういうことか。笑えるんだけど。うらうら。あれ痛い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 。クーボ倒してんだけどな、あとちょっと。なんか目の前にいる。
魚雷？おう。ああ。やべえ、トウがやべえ。二本目のトウが削られてる。俺はこれ生きて帰れねえな。ああ、救えなかった、と。わお。わあ。間に合わなかった。ねえ、見て、ここ見つかってないで。うん。魚雷ビート。うわあ。次の獲物はてめえだ。これ楽しいでしょ。あ、終わった？終わった。みんな駆逐乗ってみ。この楽しさわかるよ。これ全員駆逐でもいいんじゃね？いや、制限あったし。3隻までじゃね。うん。とね、戦艦の回復がいないのはきつい。あともう一つ。まあ、さっきより星1個増えた。まあ人数増えたしね。じゃあと一人で。あと一人誰だ。誰かいるっけ。本人さん。いつの間にかコニーさんしかいなくなっててる。か、オフトピで呼ぶかやな。ノラを。この中にノラが入ってくるのは結構度胸がいる気がする。まあいいんじゃない？多分6人ならいけるよ。てか、あの、魚雷バカスか撃たれたのが言いたかった。俺も戦艦乗ろっかな。戦艦は戦艦で楽しいで。やっぱ駆逐でいいや。駆逐がない人気。埋まってしまった。俺がじゃあ戦艦やろ。やってない人を優先させよ。いや、あの、30分使えねえから。いや、俺はもうあれ。金払って使ってるよ。フォートッカーが強いの。うん、隠蔽とか何もいらない。あの、隠蔽取ってもさ、手法の射程より隠蔽の方が。そうそう。長いから。てか、IFH とかいる？ああ。そこまでいらないか。管理だろ。できたな！一石巡洋艦。で、崩壊しちゃうかな。結局、砲の距離伸ばしとこう。うん、旗は乗せたね。俺も旗も乗せてる。あれか、旗はつけてないや。いや、あの、戦艦の副砲だけね。ああ。みんな魚雷ビートしなよ。うん。行くで。戦艦があの速度出せたらすげえ面白そうな気がするんだね。体当たりしまくりで。今日体が70ノット出すんだぜ。でも手法とか当てらんなくなっちゃうじゃん。手法が回んねえ。だから、あれだよ。艦の向きで合わせるしかなくなる。でもさ、あれでしょ。速くなってもさ。
あの旋回半径とかさ、テンダは良くなんないよね。うん、旋回半径って要は旋回するために必要な。うん。けどテンダ時間はあれでしょ。遅くはならないから。テンダ時間は変わんないの？スピードが速くなると旋回半径は広くなるで。あれでしょ、ミズーリみたく、どこぞのミズーリみたくアンカー落としてドリフトドリフトするんでしょ。え、射程短っ。届かないよ。届かないよ。瞬間じゃねえじゃん。隠蔽距離より射程の方が短いって頭クソ悪いだろ。頭悪々だ。お、集団性やば。これ戦艦はあの正気の中に食らうの？食らう。食らうけど、HP 回復使えば勝負ができる。おい、俺の一戦色無駄になっちまったね。ダメージ稼げば稼ぐほど範囲が出る。そうそうそう。だからある程度は戦艦にダメージ稼がせないと後々が辛くなるっていう。死骸が長じゃんか。そうそうそう。ね、あ。面白いやろ。これブースト使うと速くなる。70急に速くなるよ。急に速くなる。中にぶつかってんだけど、何これ。うわ、本当だ、速くなった。違いじゃない。やべやべやべ、ぶつかるぶつかるぶつかる。本当に早い。70ノット出るからね。バックだけでも40ノットだから。あれ、前はそんなに速くなってなかった。なかったなかった、なかったなかった。まあ、ほぼないからか。ん？ああ、そっか、空母早い早い。いや、なんかいるぞ。これ。なんか魚雷が来てる。あれ。ワクチン。ワクチン。ね、なんで俺が一斉射するやつみんな倒してくんかな。とりあえずみんな長期間出ようぜ。
105ノット旗でもつけてるん、速度バカー。AP が全然ダメージ入んないね。なんかさ、与えたダメージによってパーセント変わるとかあるかもしれないよね。うん。巡洋艦は変わる。戦艦もさ、範囲広くなるでしょ。そうそう、だからさ、駆逐艦は速度上がるかもしれないよね。うん。暗い親父さん。あ、違うか。わかんないけどね。魚雷発。魚雷発射艦大発さ。聞かれてんな。いつもそうだよ。富士山が早い。どこ富士山？富士山でも魚雷受けてる。審査がお前を飛びすぎた。富士山が暴れてる。お、オーバー思ってる。あ、やべえ、自分死にそう。あ、富士山がちゃんと次出る方向に向かってる。あのクソ早い。タイタン抜けるの？ここら辺かな？タイタン抜けねえ。あ、そっか。相手もなんだかんだティルピッツか。砲が全然ついていかねえんだけど。あれ？出てこないね。いや、正気の中にいるから見えないだけ。そういう時レーダー使わないといけない。うん。待ってね、自分、遠く行っちゃったから。情報が届かねえ。第2の塔の方にみんな集まって。え、これ守んなくていいの？いい。もうあれは守りようがない。あ、レーダー範囲15キロあるのか。じゃあ使っちゃっていいな。お、あ、てかさ、あれだよね、一時期ソ連戦艦に追加されるって言われてたさ、うん、あの戦艦だけを映す15キロレーダーみたいなのさ、もう存在自体消えたよね。消えたね。なんでとこ壊れちゃったの？やべ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 、敵を遅すぎて耐えたりしそう。え？富士山魚雷に当たっちゃった。シンくんが島にぶつかったけど、すごい勢いでバックしてる。今回余裕か。なんかさ、回復してんだけどね。ん？あ、あの円の中に入ってると。戦艦の円の中に入ってるからでしょ。あ、そういうこと。まあ。じゃあ俺も使った方がいい？これって重複すんの？効果。する。うん、する。じゃあ使うか。なんか、ネズさんがやべえ。え？大丈夫。駆逐勢がやべえんだけど、突っ込んでってんだけど。ありがとう。え、なんか目の前に急に出てきた。おい。
牛さんに当たる。もうダメだ。はい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 。やべ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 。あれ。あと2秒だ。お、守れたね。あ、やべ。あ、終わった？あいつが倒せねえ。あ、空母、空母、空母が残ってた。あー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 あまあ、こんな感じ。楽しいな。これほんと楽しいのよ俺。めっちゃもう息抜きに超いいわミニゲーム。巡洋艦ってなんかこれといった特徴ない？え？連射できるぐらい？連射してその与えたダメージによって回復する、回復していく。つまんなそう。え、楽しいよ。手法装填ブースターでめっちゃ速くなるから。そうそう30秒間。あの装填2秒とか1秒とかそんぐらいになる。30秒間、あれになる。なんか、前のみたいな感じ。しかもそれで HP 回復してマシンガンだ。マシンガンになる。1秒ぐらい。じゃあちょっとやってみるか。スキルは予防整備だろう。アドレナリンダッシュ。管理。隠蔽いらないでしょ。いらない。いらないね。IFA チームいらないでしょ。まあ、でもいいかもしれないけど、IFA チーム。うん。じゃあ、ちょっとか。その、ダメージ与えないと、後端。後端はいるかも。熟練報酬。防火はいらないかな。防火。基本射撃は適用されないし。どっちかというとなんか、消耗品早くするやつあるといいかな。何でもやるか。なんか、モンタナのハロウィンの迷彩ある。モンタナ？おう、モンタナ。なんかサソリとか乗ってるよね、ヤマトとかだ。おう、ヤマトもある。なんか変。なんか上にサソリ乗ってるよね。あれか、昇格にタコが乗ってるみたいな感じ？そうそう。タコはモガミでしょ。モガミだっけ。これ昇格は変なやつ。ショックゴルフってこれのこのマップのあれ。チクマシンガン7回使えるからめっちゃ使おう。で、それもね、ダメージが10万、20万、違う、5万、10万、15万、20万って増えるたびに回復速度とかアップしていく。手法射程長いんだな。戦艦より長い。うん。11キロある。11キロあるのかな。
転換が短すぎんだよなこれ。この野郎。だって打てないんだもん、射程短くて。うん。どっちかっていうとこの戦艦は近接戦闘だよな。あれ何撃ってるんだよ。お返し魚雷撃たれた気がするんだけど今。これ巡洋艦でどう動いた方がいい？ね、とにかく狙われないように打った方がいいよ。これチャパイ。そう。あれ。なんかクソ早いのが言った。ユグさんが。あ、駆逐艦、駆逐艦メブさんしかいねえのか。そう。当たんねえ。目の前に変なの出てきた。あれモガミ敵。そうなの。なんかもうごちゃごちゃしすぎてわかんない。ショールですか。メブさんの獲物を取っていく。あれさ、なんで俺の近くにめっちゃ寄るん。違うよ、カズさんが寄ってきたんだよ。あ、大丈夫かこれ。これ、複砲あるの。ほら、またカズさん寄ってきたよ。だって仕方ないじゃん、戦艦がそこにいるんだからって。自分も仕方ないんだって。射程短いんだもん。やばい。回復回復回復。正面バイタル受けねえもんこれ。大丈夫だ、皆さん。なんかそこら中に味方の魚雷と敵の魚雷がさ、混在してて怖いね。はい、前来たよ。痛えな、この野郎。ダメージ食らないんだけど。
あの NPC が俺に向かって魚雷撃ちやがった。殺してやろうか NPC。 おお、メブさんが突っ込んでた。ちょっとちょっとマシンガン使ってみよう。あー、まんだ。あー、早いね、今回落とされる。わお、あれ、マスクチェン。俺マシンガンじゃねえや、あれ使ってたわ、レーダー。そう、なんか巡洋艦パッとしねえな、あれ。クーボ倒しに行くか。ねえ。え？復帰した。おじさんが死んだかと思レーダー使います？レーダー？うん、はい。もう CT ごとにどんどん使っちゃっていいと思う。俺の回復範囲でいけんだけど。20万でこのサイズだから40万いったらどうなんだろうって感じで。空母出てこい。ありがとうね。あれ巡洋艦1人しかいない。そこであの電車すれば、もう使ってたんだよ。あれダメージ食らうより回復する方が多いから減らなくなるよ。違う違う、もう使っちゃったんで。CT 中だった。CT か。シブテーナ戦艦。あ、じゃあ空母。あ、死んだ。空母 HP 高いよね。てか俺ど真ん中にいるわ。これあかんわ。あと2分。潜った。ああ。やべえ。使ってあげて。おっと。潜った。潜ったんだけど。なんちゅう間に合う。
やばい、全然敵が見えない。わお、あと50秒。あ、大敗しちゃった。嘘、死ぬ。あ、生きた。痛い。これ、そんな。今、メメさん飛んだよ。そんな。何これ面白い。ああ死んでしまった。間に合わなかった。間に合った。死んでしまうとは情けない。おお、でも76万稼げた。マジか。22万何これ。あれだ、ビケは。うん、自分っぽい気がするな。あら、違った。俺34万。自分12万しか稼いでないや。最初カズさんと遊んでってさ、全然打ってなかった。だって打ってもカズさんに当たっちゃうんだもん。二人くっついてたから。俺が吸い取ってたわ。さあ、校内で行こうか。多分無理だと思うよ。もうしばらくちょっとここで慣れた方がいいと思う。マジで高難易度がきつい。あの、多分ね、駆逐がこんなにね、遊んでらんない。いやー、面白かった。駆逐が一番楽しいわ。なんかさ、メブさんがさ、トランシルバニアとさぶつかったらさ、ジャンプして飛び越えてたんだけど。そう。で、その前に俺とぶつかって、あの、沈んで潜って、あ、潜り出た。急速先行したのか、すげえな。あ、何、あ、潜水艦実装されたハロウィンに。潜水艦が現れたんだよ。後で潜水艦プラスあるでしょ。ちょっと空飛ぶ船も。ハイテクだな。じゃあメブさん、交互にレーダー使おうか。潜って飛べるね。ハイテクやな。ジャンプできたら、魚雷来た時ポンって飛べば。だから魚雷に狙われたら戦艦に突っ込みゃいいんだよ。障害物でピョーンって飛べる。これもう突っ込んじゃっていいかな。ああ、いいんじゃない。おらーい。どうもどうも、魚雷宅急便です。まず俺レーダー使うね。まだレーダーいらないし。いや、まあ一応、交互に使えば常にレーダーある状態になるから。
参加祭、やばい、参加祭参加祭、どこえ宅急便した後抜けてった反対側そう、反対側に抜けてったあと30秒あるから宅急便できるわ、もう一回行ってくるわ宅急便です。ああどうも、三河屋です。あれ、いないじゃん。俺終わった。どうも、三河屋、みおおおおいい、いい、ポンだ乗り越えてったんだけどなんか障害物当たったらこれ座礁するわと思ったら上にグオこれが雨かさっき言ってたやつか、駆逐はね、めんどくさいから任せるわうん、中の駆逐が一番めんどくせえ気がするな、これ敵。なんでラウレさんは俺の進行方向になるなんかね、なんなんだろうね、これレーダー終わったほら、すごい速いバッグがあるでしょ。やだよ、こんなところで使いたくないよいくぜミグさんと俺がすげえ速さで ミグさん、そこ邪魔避けて、避けた前行っとけばいいかな例で終わる。無敵し。さて、そろそろ出てくるかな。うん。あの大地の塔のそばに。No. でも俺がここにいるから出てこないのかな。いや、そんなことはない。もう一気に目の前で出てくるよ。いや、多分倒すのが早すぎて出てこないでね。うわ、待って待って待って、これやばいんじゃないうわうわ、飛んだ
下からなんか緑の煙出てきた。ラムッタ扱いにされるのかね。おう回復が間に合わなかった。あー死ぬ死ぬ。なんかさ、敵のチップライン一石潜水してるよね。潜水してるよね、これ。うん、え、駆逐が見えねえな、これ、ほんと。あ、ほんとだ。これ、倒せねえじゃん。あの死骸が、え、当たんないぞ、これ。いや、死体が、あの、これ、駆逐が見えねえ。潜水艦を実装されて。ほんと出てきた。あ、魚雷死ぬ。あー、これはでもピョーンって跳ねた。笑いすぎて喉いて。てか、トランスマニア装置の中入っちゃってんじゃん。あー、ゴルゴルタイプ。いや、多分塔が壊れるから伸びるよ。ああ、カンパニーが多すぎてちょっと失敗するかも。ああ、手前で出てくるかなって思ってバッチリ急にしたか緑に光り始めてさ逃げる間もなくチトーン。魚雷全部当たってもライブそんなもん。あれ、ライブじゃない。だ、あとは浸水とかでダメージ与えてるしかない。結婚ってね。あのねさん、なんであんな沈み方した俺と同等数ぐらいなんだよ。いや、戦艦意外とね、稼げないよ。だって、近づかないといけないんだもん。やっぱ戦艦が楽しいな。
はい、いってらっしゃい。なんか今回のこのシナリオはハプニング多いな。もう二度と近づかねえあんな場所。逆にあそこに戦艦がいて現れてくる瞬間に無敵使ってれば速攻倒せるっていう。それ面白そう。けど届かない最初速度が。あ、そうだ、速度ボタンつけとけばいいのか。ん、違う、もう事前に一席あそこに配置して。いや、あそこに先にいてもあんまり戦艦自体はダメージ稼がないと後々の HP 回復が間に合わなくなってくるからね。てか今回体当たりいらないな。体当たりする前にみんな死んでく。なんかめっちゃ早い駆逐艦が魚雷投げてくるからね。おかえり、はい、おかえり。難易度変えてみる？一個上にしよう。高難易度。じゃあ行くぜ。超高難易度ってやばそうだよ。え、前は高難易度まで超はなかったよね。うん、なかった。今年初か。うん。何もらえる？わからん。ハロウィンコンテナ。ああ。迷彩が出るやつ。永久迷彩。ダッシュ。藤さんダッシュ。はい。どこ行ってんだい。どこ行ってんだあれ。あ、カーブした。てか駆逐そこまで速いのか。ネズミだ、ネズミ。ネズミ。バック始めたぞ。倒すの早い。全部食われる。砲が届かないんですけど。じゃあ第2波がいくか。いくぜー、うぇーい。死骸が魚雷を邪魔する。待って。正気の中いないと。ああ、いい。正気の中で回復してんのか。
親父さん大好きまた飛んでくんでしょ。いや、ちょうど終わった見た。終わっちゃったじゃん。終わっちゃった。出待ち。出待ち成功じゃん。あと20秒。今度こっちか。ってことは。反対側に戦艦とか出るのかな。出てきた。おお、びっくりした。見たく体力ねえやつ攻撃してくるな。うん、やべ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 、逃げる助けてー。なんかめっちゃ攻撃される。助けてー。なんか誰だよ、めっちゃ攻撃してくるやつ。賞金の中入って回復してくよ。出てきたよ。会えんだけど。お、音が出てきた。回復ない、回復。あ、おげさん遠いな。あ、ありがとうございます。9万とか出たんだけど。さあ、空母倒しに行くか。行くか。さて。ああ。魚雷避けれなかった。無敵使わなかった。ああ、重要か。ない。重要。はい、いい感じ。
あ、びっくりした。シンさんがやられたのかと思った。見えない。フライドレッジ。藤井さん、すごいとこにいる。空母がどこいるかだよね。空母は藤井さんが今見てる。おう、そこか。はぁ、しれぇ。3人で行けばやれるでしょう。魚雷全発当てても5分の1ぐらいしか削れてないね。浸水なし。すごい魚雷の数がやばい。ウルボッコだな。見劣りできねえ。燃えた燃えた。クーマの周りを駆逐艦艦がくるくる回りながら魚雷をよしよし撃ち続けてさあ帰るぞー。よし帰ろう。すごい綺麗なフォーメーションでくるくる回ってる。セーブス早く。あ、切れちゃったますと。突撃。あれ意外とクリアできるんじゃないこれ。二人に置いてかれちゃう。意外とクリアできそうな気がするんだけど。お、あんなところがやべえ。救援部隊が今。今行くぞ。行くぞ。わいた。わいて出た駆逐艦。これちゃんとさ魚雷回避するんだよな。やべえ、塔がやべえ。マジか。塔、塔。回復が間に合わない。今行くぞ、塔。ああ、魚雷が。ああ、塔が。突っ込んだ。星音は行った？まだ。うん、行ったね。てか40万稼いだらバカでけえんだよ回復距離が。な、何これ？どこまで行ってるのこれ？だって全員入ってるぜ。これ回復。おお。次は80万だっけ？80万まであるの？さすがに。回復切れた。
もう死なねえのか。あと30秒。ああ、また回復。ブースト切れるとおせえ。なんかストレス。それわかるわ。ハープって。来た、ブーストタイム。いや、うべ、ブースト使ったら魚雷に当たりそう。終わった。お、回避回避。食らう、だんだん、し、できた。だってこれマジで広いんだけど。クリアできたじゃん。うん。いけたね。空母の周り、綺麗にさ、3人、なんか、くるくる周り、なんか、魚雷、ポンポン、ポンポンって。これ、戦艦さん、駆逐さんでいけるんじゃない？うん。あ、でも、レーダーは一人いないときつい。ああ、レーダーいるんか。レーダー、そこ死んだからな。レーダーなんかなかった。レーダーは、もう戦艦のそばにいて、あれを。常に回復受けるような状態でやんないと、うん、いや全開だったんだけど魚雷2本当たったら死んだ。砲弾取ってないよ。取ってない。でもリセットするのな、お金かかるからいいや、うん、フリーですよ、いいや、うん、やだよ。もったいない。よし、次チークにしよう。オルベーダーしよう。次でラストにします。はい、いい。あー、やっぱ戦艦楽しいな。俺マジ このミニゲームだけ一番大好きなの。これだけずっとやってられるわ。うん。だって前回ずっとこれやってたもん。そう。でしかも駆逐さ、スキル4ポイントのスキル取るやつないよね、これ。うん。隠蔽取ってるけど、ほとんど意味ないし、俺。意味ないね。戦うとかに、ね、狙われたら、アイテム使うし。やべえ。どうしようかな。さあ、わざわざ475これのためにさ、ダブルン使えるねし。愛だよね。隠蔽取っちゃったからもう。旗マシマシでやってんだけど。終始がこんな感じ。でもあと一人いったらだいぶ楽になりそうだよね。うん、町内でも行きそうな気が。行きそうだね。金がうめえ。金と官庁経験値。グデー。干潮経験値も200万ぐらい溜まってる気がする。マジか。潜水艦。潜水艦やめえ。大丈夫か？ん？落ちた。富士山じゃねえ。いや、カズさんが落ちた。カズさんが落ちた。え？ん？カズさんが帰り直したのか。アップデートしただけ。あ、これレーダー無限なの？無限。じゃあ CT ゴテンズ。サイズ中でいい。でもたまに撃ってると忘れんだよね。まず俺が行ってくるわ。うわ。
もう106ノット106って魚雷より早いじゃねえかよ俺が魚雷になることだこんにちは。死骸でどれが敵かわかんねえ。死骸ばっかり。魚雷も通らんでしょこれ。やばい敵の夜ラムレンさん何するんすかさっきからそんな死に方をして綺麗に3本当たったレーダーいなくなった、あ、レーダーじゃないや。ヘルメット結構これ厳しいかも。あ、何の嫌い？私。横、うん、藤さんは誰に向かって黒いのがしたんだ。え、需要感来てるよ。それだよねどう見ても俺だったんだよな感してるんじゃないのよな。
あいつで回復するか。うん。あれ。おお、今度そっちかよ。シンク後ろ。やべ、塔が。あれ、一人生き残った。あれ、ラスプッチに出てこない。出てくる、出てくる、出てくる。今出てきた。エンジンブースト、起動。ベベさんという名の第2波が、うん、よし、第3波行くぞ。やべ、ブーストが切れる。グイーンって広がったんだけど、おじさんの回復距離が。ええー、避けてった。わあ。さあ空母に行くんだ。行くぞ。ちょっと回復してから行く。GZ? 昇格？昇格？副砲がいて。うん。ギョライ食らっちゃった。ああ、うん。入れ入れ入れ。ウェブさんの魚雷を邪魔してしまったのか。
お、倒したね。あれ倒せないんだ。すげえな、こいつ。あんなに食らってまだ HP なんだ。クーボ、だってもう魚雷、100本以上当たってるよ。よし、倒した。どうか。おじさん、頑張って。なんだと？あれもうえっうるさおおあれ俺あと 10秒は動けん動けんああトランスああ死ぬああ死んだうわエンジンブースト使用ああ無理だこれマジかい耐えやがったあいつやめて待ってそんなわんこそばのようにどんどん来ないでめっちゃ…おぉ、終わった生き残ったお魚雷が56発ああ、楽しかった。楽しい。ああ、楽しかった、ほんと。もうこんな時間か。うん、ラムネさん暇だちでしょ。暇だって、だってダメージ1010しか与えてないもん。そこ死にくるからね。これ経験値あんま美味しくないんだね。そう。あーまあ。でも金はそこそこ美味しいで。なんか、この前のイベントの方、イベントっていうか、あれの方が金いっぱいもらえたよね。クラン？逃走。ああ、逃走。だってあれはもう、3時間、4時間だけだ。しかもあれミッションがあったし。うん。
これはもう1ヶ月ぐらいずーっとできるから人数さえ揃えば。で、多分超難易度だともっと美味しくなるんだ。まあまた人数集まったらやりましょうか。まだ自分あの駆逐艦のスピード体験してないんだよね。体験する前に死んでたから。そう。早いんだよ、死ぬの早いんだよ。だって魚雷すっごいいいコースで3つ来てどうしようもなかったんだもん。一応加減速でフェイントしないとドンピシャで送ってくるであいつら。うん。速度は誰よりも速かったね、シズム。シズム。いつもノット出てたんじゃない、沈む速度。あの最初の敵が沈むのとよりちょっと遅いぐらいだったから。ラメさん実はあの門から出てきてた、実は。実は。そういう、さすがにそれはなかったよ。え、実はあれ自分ネームタグ 赤いの気づいてなかった。それはないから大丈夫。いや、メイブさんは空飛んだり潜ったりしちゃうしさ。楽しい。ジェットスキーじゃない。でもまあ初めて見たな、敵が沈んで撃てねえって。潜水艦だったからね。で最後のポンと出てくるのも笑っちゃったもん。浮き輪が浮いてくるみたいな感じ。ポン。ああ。よし。じゃあ自分明日仕事なんで寝ます。仕事なの。お疲れ様です。お疲れ。アルミプレミアも買いたいな。ワイはアズレンしてよ。アズレン。自分は寝るかな。じゃあおやすみ。おーい、お疲れー。お疲れー。